日本の真鍮でできた火箸と灰ならし火箸は炭火などを扱うための金属製の箸。火ばさみを含めた総称である地域もある。かつて火箸や色りが普及していた時代にはどこの家庭にもある一般的な道具だった。日本の先に行くにつれて細くなる金属の棒で構成され、長さは25センチから40センチ程度。炭を継ぎ足したり、 起こっている火を調整したりするときに使用する。紅端は丸いもの、瓦くぎのようになっているもの、割ったり巻いたりして輪をつけたものなど様々である。火鉢の火を灰を被せて消した後、火鉢を十文字に刺しておくという習慣があった。一種の火伏せのまじないである。また、アイヌには地震が起こった際、いろりの灰に火鉢を刺すまじないがあった。 家庭で炭火を扱うことが少なくなるにつれ、茶道の席などを除き次第にその姿を消していったが、何本かを吊るして風鈴にするという風流な用途があり、この目的で生き残っているのを見かけることができる。戦国時代から甲冑師として、鉄の加工技術を守ってきた姫路市の妙鎮家では、この材料に日本刀の材料である玉鋼を用い、さらに美しい音色のものを、 現在も制作している。この音色は、富田勲の楽曲にサンプリングされたり、ソニーの音響機器の試験にも使用されている。ありがとうございます。